皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産、投資教室を始めていきたいと思いまーす草イン新聞購読視聴規約。ここでね、一旦この動画を止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条を大きな画面にしてお読みください。どこか一箇所でもね、一語一句、 読みいただいてどっか一か所でも承諾できないというところがありましたらこの動画の続きを見ることはできません全てね一期一句承諾できる人できた人のみこの動画の続きを見ることができますそれでは行ってみましょう2019年4月23日火曜日暗号資産草コイン中野研究会 今日のね、千葉県松戸市はむっちゃくちゃ暑くて真夏ですね。ただ湿気も出てきてしまいまして、もちろん半袖、ワイシャツじゃないと熱中症になりますね。はい、上着なんか着てたらやばいことになりますよ。真夏日でですね、多分沖縄より暑いと思います。それでね、昨日今日はですね、まあ、北海道から、えー、来てくれている、えー、個人コンサルティングね、 えー、北海道から、ね、来てくれた人が松戸のね東洋コインに2泊行ってですね、えー、今日2日目ですが個人コンサルティングを実施いたしました朝からね昨日はね朝から夜までやって夜、えー、日本海昭和でね飲んじゃいましたね久しぶりのお酒ね飲んで美味しかったなお刺身も最高でした今日もね朝から松戸駅でね、えー、ずっと FX ですね。XM。で、今回のためにね、ノートパソコンも買っていただいて、パソコン持ってきてくれました。それでね、パソコンのね、セットアップは終わってたんだけど、えー、ウイルス対策ソフトがね、入ってかないということでね、今日、それが発覚してね、えー、っとウイルスゼロ、えー、僕が推奨しているソフトを、えー、インターネットでね、ダウンロードして、クレジットカードで購入して、 インストールしましまたやっぱりね、パソコンあんまりね、あの今まで使った時ない方だったので、やっぱりウイルス対策ソフトを買って <laughs> ダウンロードしてインストールしてねとかあ言っても、やっぱりちょっと分からない人多いよね。なので、今日は全部私の方でやりました。で、ウイルス対策ゼロもね、CD-ROM 版とダウンロード版があるんですよ。でね、えー、ノートパソコン の小型のノートパソコン買った場合には CD-ROM とか DVD-ROM をね読み込むところがついてないんだよね、最近のはね。だから、山田電機とかでねあのウイルス対策ソフトの CD-ROM 版買ったとしてもインストールできないから、それ。だからダウンロード版を買ってまあインターネット上でねクレジットカード買うしかないかな。 それで今日はね、インストールしてきちんと設定してあげました。それとね、昨日もずっとね、MT4 をダウンロードして、まあもちろんリアル講座の解説から始まってね、あデモ講座の解説も始めて、リアル講座の解説も始めて、えー、そして <laughs> 運転免許証とかね、えー、あとは公共料金の写真をアップロードして、講座解説を待つと。まあその他に、MT4 をダウンロードしてインストールして、 ロ、えーソク足の色を変えたりね、えー、色平均線たくさん出したりねで、ゴールデンクロスとかデッドクロスとか説明したり、ボリンジャーバンド、一目金衡表などでねあの、いろいろテクニカルチャートを説明しました。まあ、基本的には私の中野研究会の FX のやり方はあのファンダメンタルですからね、あの大きな、えー、<laughs> 動きが期待できる指標発表の時だけに、 えー、IF を設定して、ですね、えー、コツコツドカンとやられるんじゃなくて、ドカンの時に利益を取って、コツコツは一切やらないということで、ねえー、リスクリワード、バルサラの破産確率表から、えー、確率論で求めた、えー、収益モデルが、えー、今年ね5月1日から2万3千円でスタートして、えー、今年の年末に、まあ、500万から800万ぐらい、来年の年末に大体約1億円と。 いうことはね、確率なんで全部出てますからね。で、それで、えー、中野研究会は、まあ、スタートするということになってます、5月からね。ぜひぜひ皆様もですね、えー、中野研究会に入っていただければと思います。まあ、もちろん、あと、海外、F、FX 講座 XM をね、私の,あの YouTube の動画解説欄から、あのアフィリエイトリンクでね、講座解説された方は、えー、後々っていうか、まあ、相当多ないうちにね、 え草コイン新聞、まあ、有料会員制度なんだけど、えー、毎晩毎晩 FX やってますからね、だいあの大きくドル円指標、ドル円のね、ロうそくが、ロうソク足が動くですね、ドル円チャートが動くのは、ですね夜のアメリカ、アメリカ時間ですからね、夜の9時から11時半の間だかな、大きく動くので、その時間はずっと毎晩 YouTube ライブやってますので、 みんなで IFO の設定とかね、みんなで話しながらやってますから、あのみんなでね、えー、資産を増やすことができるかもしれないですね。はい、で、今回はですね、あ、そうそう、明したはねえ、っていうかね、もうあれですよ、4月とかね、まあ、3月もそうだったんですけど、毎日毎日また個人コンサル依頼がすごく多くてですね、はい、まあ、松戸とか、あと日本全国行ってます。 言っててねすすごく忙しいですでなぜかというとね、仮想通貨がね、結構ね、盛り上がってきちゃったんだよね。でやっぱり草コイン買いたいとかね、草コイン投資をやりたいと、あとは、福利運用で、あの仮想通貨で人財産を増やしたいという方、結構また増えましたね。FX はね、FXFX FX FX でね、誰でもできる簡単な 方法を編み出したんですよ、僕が。そのスキャリピングとかね、じゃなくて、テクニカルチャートを分析してやるんじゃなくて、あと、自動売買ツールをインストールしてどの頃じゃなくて、誰でも、素人の方でも、パソコン初心者の方でも、誰でも簡単に資産を増やせる、えー、やり方をね、編み出したんですよ。まあ、それが経営コンサルタントだからね。経営コンサルタントは自分が儲けることは二の次で、<laughs> クライアント、いわゆるお客さんが儲けることに全身全霊を告げ,る告げるわけですから、そういう意味では、あのー、まあ、営コンサルタントとしてね、FXYouTube をやってるということになります。だから、あれですよ、まあ、僕はもともと、まあ、明治大学ね、えー、東京六大学ですから、まあ、日本の六大学かな。そして、えー、<laughs> 明治大学は、今や日本トップレベルのですね、えー 行きたい大学になってますからね就職率もナンバーワンですからね。そして、えー、その後三菱電機入って三菱商事にも行ってますから、まあ、いわゆるメーソン系、えー、なんですよね、僕ね。で、出身がね、はいあのあの。通産省にもいましたからね、私ね。で、経済産業者の、えー、霞が関の本庁と別館のコンサルティングもやってましたから、まあ、その他ね、ソニーとか、えー、いろいろ、住友商事とか、まあ、三菱商事も。 フルスですけどコンサルティングやってましたからね、超一流企業は。経営コンサルやってましたから、あと本も3冊出してますということでございまして、そこら辺のですね、あのよくわからない、あの出の出所不明のですね、えー、よくわからない仮想通貨系 YouTuber とか FX 系 YouTuber とは、えー、全く違いますので、そこら辺だけ押さえていただければ結構かと思います。別に喧嘩売ってるわけじゃないからね。喧嘩売ってるわけじゃないから、<laughs> はい。気にしないでください。でね、明日はね、明日も東京の方に個人コンサルがありましてね、仮想通貨の。はい。コンサルティングがあって、あの、あれですよ。あの、超有名な、誰しもが知っている、超有名な生態師さんですね。えー、でね、今日北海道から来てくれた女性の方がね、なんかやっぱ、あの腰っていうか背中がね、ずっと痛くて、生態やってんだけど、ちょっと先生がね、お休みされてるってことなので、 中野さん、明日行くんだったら、中野先生明日行くんだったら、紹介してほしいということで、さっき電話してね、えー、一緒に行くことにしました。2時間前に行ってね、最初に整体やってもらうということになりました。はい、北海道、まだね、帰らないということなんで、いろいろ仕事もあるということなんでね。はい、でい、電話してね、やっぱり2万円ぐらい。前はね、3万から5万でやってたんだけど、あの、まあ、お金持ちしかやらなかったって言ってた。 最近は一応、もん開左手2万円で釣っ,ってましたね。でね、中野先生のご紹介だったら、1万円でいいですよと言ってくれたんですよね。なのでですねで、僕もね、前回はですね、仮想通貨のコンサルティング、今回2回目なんですけど、前回1ヶ月ぐらい前に行った時にはね、あの、いろいろお礼のついでにっていうことで、コンサルティング終わってからね、生態やってくれたんですよ。でね、 不思議でしたね。その先生はですね、あの、気候なんですよね。気候、まあ、霊感、気候、あとはえ催眠術もかけられるということでね。で、なんかまあ、本当か嘘か分かんないですけど、まあ、がんとかはね、あの一応今まで治ったっていう人が結構いるよって言ってましたね。で、まあ、ちょっと分かんないですよ。で、まあ、気候をやってて、 でねあのー、びっくりしましたあのベッドの上に寝てねそしたら頭をねあのー、あれはアルミの棒だと思うんですよねアルミの棒2本でね頭をねグイ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 にやってくれるんですよで先生これ何やってるんですかって言ったらねビリ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 痛いんですよもう電気が通るぐらいにビリ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 って言ってねギャーって言ってねいや電気通ってんですかっつったらな電気なんか通ってないよと これはね体の中に入り込んじゃったね電磁波を抜いてるんだと。でも、帯電してるから、世、え、のー、中は 4G とかさ 5G はまだないですけど、4G、あとはスマホのね電磁波がむちゃくちゃ通ってるから、えー、世の中、ね、生きてるだけでもう頭体の中にねあの電磁波が帯電してしまって、まあ、皮膚病になったりね、ね内臓疾患になったり。 高血圧になったりもちろんそのうつ病にもなっちゃうんだってそれでまずはその電磁波を抜かないといけないってことでねそのアルミの棒をねまあ頭のね皮膚の多分あれはツボだと思うんですけどツボの線に沿ってねぐーっとね、えー、波あのー、やってくれたんですけどギャーって痛いってい,いうか痺れますねビリ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 ねそれでねそ からね、体がスーってなるんですよね。でね、視力が良くなる。視力が。帰りね、あの、景色がよく見える。足元も。遠くの方が見えるようになった。そして、まあ、その後ね、あの、生態を1時間ぐらいやってくれてね、本当に体が軽くなってね、やっぱり、ね、視力が良くなったね。視力が。ああ、こんなに景色って色がついてたんだって思いましたね。 はい。でね、あのー、その生態室はね、誰もが知ってる生態室さんですけど、えー、私がね、ご紹介するってこと。まあ、あの、除霊なんかもできるって言ってたよ。除霊。うん。だから、まあ、うつ病とか、まあ、どこの病院行ってもね、よく治んないとか、皮膚病とか、内臓疾患とかあるでしょ。あとは腰が痛くて治んないとか、目が見えなくて困ってるとか。あぜひね、そこの生態室さんご紹介したい、しますので、 一度私まで電話かメールしていただければと思います。この YouTube の、ね、動画説明欄に私の携帯電話090-1218-1504か、えー、メールで、ね、いただければと思います。はい。で、今日はね、えー、お昼のドル円仮想通貨マーケット分析ですね。で、皆さん知ってますビットコイン。62万5000円になりましたね。で、 まあ私のシンジケートの情報によると、ですねビットコイン ETF がやっぱ5月 X デーの令和の日に、ですね金融庁より承認される可能性が出てきてると、でこれ、えっと、アメリカのセックじゃないのって話ですけど、まあ、セックなんかじゃないですわアメリカ今、今、トランプさんの、ね、むちゃくちゃな暴君で忙しいから、まあ、とにかくヘッジファンドが日本に圧力かけて、金融庁から ETF 承認させろ、しろと。 ようになってね金融庁、まあ、もね、まあ、日本のあの仮想通貨のむちゃくちゃな営業販売、まあ金融商品じゃないからっつってね、まあ、仮想通貨が詐欺的な扱いをされていると、で特に ICO 関係でね、むちゃくちゃな詐欺的な資金調達がなされて、 警察も手を出せなかったと。法律がないからね。ということで、まあ、金融庁がね、もう ETF 承認して、野村証券とか大和証券の、まあ、筋の通った証券会社から仮想通貨を販売させるというような政策を取るということでございまして、この情報がね、というかもう,もう,もう、バレてるっていうか、あの、ブルームバーグから発表されてますからね、これね。はい、では行ってみましょう。<coughs> まずは仮想通貨だね。財布なんですけど、えー、ビットコインね。はい。人段落上がりましたね。これ一時間使ですけれども、えー、これ今日、今朝ですね。朝の11時にですね、えー、バーンって、はい、ビットコイン ETF のね、えー、金融庁承認がされるっていう情報がね、やっぱり漏れ伝われると62万いきましたね。最高62万7000ぐらいですね。 はいビットコイン。まあビットコイン ETF ですよ。だから。ビットコイン ETF って <laughs> 聞くからビットコインなんですよね。やっぱり買っちゃうのかな、どうしても。あとはまあ電通ですよね。電通の D。はい。あと、ほら、モナコイン取り扱い開始しましたからね。財布がね。はい。だからモナコインもバーカ上げですね。はいあ。ビットコインキャッシュは、まあ、ぼちぼち。ただ33,800円と。いいとこついてます。サリアムにつきましては、 サリアンは19,515円ですごくいいですね。あとは電通のデーですね D カリットがあの営業開始しましたんでね、あのどうしてもやっぱり上がっちゃいましたね。いろんなことを、ね、含めてね。あと財布トークンですね。バーカーです。0.23円回復しました。財布トークン。じゃあ、ペペはどうなったかと。ペペは、えー、そこそこ回復ですね。はい。あとはまあいろんなのありますよ。こね うん。いろんな、薄商ないのもあるし、いろいろあります。はい。あと、こっちは、ビッバンですね。まあ、ビットバンクのことを、我々業界用語でビッバンって呼んでるんですけど、あ62万1000。あ、これも七70万いきましたね。はい。もう、今週、来週で70万いっちゃうので、えー、おしめ待ちにおしめなしっていう、この閣議があるんですよ。この業界にね。はい。あの、相場業界に、まあ、だから、 株、為替、まあ、先物、オプション、仮想通貨業界に、えー、おしめ、おしめ待ちにおしめなしっていうんでね、ああ、ちょっとね、おしめってまあか、一旦下がったら買おうと、こういうとこね、上がったら一回下がるから、こういうとこに買いたいなと思っても、そのままスーって70万、80万、90万、100万いっちゃいますから、買うなら今ですよ。買うなら今、どう、ちょっとね、どうせね、買って下がっても、どうせ上がるから。 同性だから承認でだから今買ったら安いですよただねやっぱり懸念材料がねプルリなんですよね、まあ、リップルのことこの業界用語では、まあ、そこら辺のね仮想通貨系 YouTuber、えー、だとリップルリップルとか XRP って呼んでるかもしれないけどまあメイソン系メイソン系はプルリって呼んでるんですよねリップルがねちょっとね 買われれば買われるほど一応財団法人の政治的活動としてですね、買われれば買われるほど発行枚数を増やしちゃうというところがちょっときついですよね。うーん。で、ビットコインキャ、ビットコインキャって言うんですけど、ビットコインキャッシュのことね。ビットコインキャにつきましても、まあ、ぼちぼち上がったということですね。ただビットコインにはかなわないかな、やっぱ。はい。で、ちょっとあれ見てみましょうか。 コイ,コインマーケットキャーケッットキャプについてもコインマーケットキャーですね、はい。基本はそうですね。はい。まあ、時価総額は20兆円そこそこなので全然関係ないですが、えー、どうしても他のコインを換金してビットコインに集中させるという、いわゆるですね、まだここ1兆円増えてますからね、時価総額が。いわゆるこのドミナンス。 これ53.2%になってますよね。今まで51%ぐらいだったのがね。ドミナンスっていうのはビットコインが占める割合ってことですよね。他のコインに比べて、はい。これがもう全体の時価総額の53.2%ビットコインなんですよってことですね。だから他のコインが吸い取られてみんなビットコインに行っちゃうと。なぜかって言ったらビットコインだけがまずは金融庁で承認、ETF 承認されると。上場。 はい、上場投資信託ですから、誰しもが簡単にね、こんな講座開設して、理難会認証が、Google 認証がどうのこうの、免許証のアップロード写真どうのこうの、ほんの分かるわけないでしょ、誰も。やっぱり今日も大変でしたよ、やっぱりパソコン、スマホ、普段ね、使い慣れてない方は、<coughs> 免許証をスマホで撮影して、その免許証の写真をメールに添付して、 Gmail に送って、パソコンに送って、そしてそれを一旦ハードディスクにダウンロードして、でそれを、えー、ウ,ェウェブブラウザーでアップロードすると、なんですか、それと。ね、それで、まあ、メールにね、スマホのメールに添付するときも、そのままのサイズでってやらないと、小さいサイズってなっちゃうと字が潰れちゃってね、何度アップロードしても承認されないわけですよ。まあ、そういう細かい、いや、それ普通のリテラシーでしょうと。 エチケットでしょうと、ハンカチティッシュと一緒でしょうと、え、それ知らないのということでございまして、まあ、ゆとり世代とかね、そういう時代じゃなくて、そもそもパソコンのない時代の人たちが、やっぱり仮想通貨投資っていうの魅力を感じていますもんですから、じゃあどうすればいいのというところで、やっぱり金融庁がね、やっぱり仮想通貨投資やりたいと、やりたいけれども、お金は何兆円ってたんまりこも持ってる、まあ、あの、ね、年配世代だと。 しかし、こんなね、1から、ね、10まで国内口座開設、海外口座開設、二段階認証、パスワード、分からん、ノート書いたけど分からんって言ってね、そんなことばっかりやってるもんですから、やっぱりあの中野雄二をね、日本全国、筒浦浦にね、あの行かせてるのもいいけれども、まあ、あの手に負えないから、やっぱり法律でね、<laughs> ETF 承認させてしまえば、 野村証券とか大和証券とかの、えー、営業マン、日本全国、えー、主要 <laughs> 駅には営業者ありますから、でその、ね、営業マンがね、えー、いつもの億万長者、富裕層の人たちにね、えー、仮想通貨、ビットコイン、プラ,プラス、まあ、サリアム、プルリ、えー、ビッキャ、イオスとかね、あまあ、こういうもののね、 a t f を、えぇ、ー、正々堂々と証券会社、プラス銀行が売れるもんですから、まあ中か有事だけにね、えー、頼らなくてもいいかなと。まあ、そういうことでございますよね。なので、今までね、何度も何度もね、えぇ、ー、えぇ、ー、ID とパスワードね、えー、口座開設してお金入れてね、こういうの買ったんだけど、仮想通貨買ったんだけど、えー、もう分からなくなっちゃったと。 パスワードが分かんなくなって入れない、入れないと、二度とログインできなくなってね、で、お金損してしまったという高齢者の方、または、よくわからない、いかがわしい人たちによってですね、騙された人、ICO、仮想通貨 ICO と、ね、騙されちゃった、そういう人たちにも、すべて、救済、救済っていうか、まあそういう被害がなくなってですね、真っ当なですね、証券外,外交員の資格を持ったですね、 野村証券、大和証券、そして銀行の人たちのですね証券、外交員の、えー、す素晴らしいですねエリート集団、エリート営業マンがですねこれから仮想通貨をバンバン売っていくということですので、むちゃくちゃ上がります、ビットコイン、むちゃくちゃ上がります。それ、日本で承認されたビットコイン ETF はアメリカのヘッジファンド、してロンドンのヘッジファンドが買いますから、日本市場で。 電通経由でどんんだけ上がるか見ません私の予想だと年内に600万から800万という予想を出してますが、マカフィーの社長はもっと高く出してるね、3000万か。以外出してたよね、年内にね。だから、あの、まあ、ビットコイン買ってない人は買ってくださいね。知らないですよ。それは、あの、投資は自己責任ですからね。あの、上がる、上がらないは、はっですからね。 はい、しかも、余剰資金。まあ、年間5万円ぐらいですよね。余剰資金って言ったらね。こんな50万も100万も、500万も1000万も突っ込むよ。突っ込んだらそれは欲張りというもんですわ。はい。だいたい5万ぐらい。5万が化けて500万。上等ですよ。はい。ということでですね。まあ、ビットコイン。まあ、ビットコインじゃなくて、サリアムとかプルリとかね。ノアコインとかって体カルダの部だとかいいと思いますが、 やっぱり本家本元ビットコインを買っておいた方が私はいいんじゃないかというですね、えー、そこら辺のですねヒントを,を皆様に今日はお渡りし,してですね終わりにしたいと思いますあと奴隷の方なんですがようやく動きましたね今までマッチ棒のように全く動かなかったもうね1ピプスも動かなかったここら辺のがですねようやく朝、えー、9時ぐらいですね 9時過ぎにですね、9時過ぎにですね、ここ、こんだけ、こんだけですね、9時過ぎにちょっと、中根じゃない、中根か,かなと、銀行の中根かなと、ご討伐じゃねえけど中根か,かなと思いさせて、ドガーンと落とすというですね、いつものヘッジファンドのやり方に引っかかった人はたくさんいると思います、えー。ただ32ピプスですからね、たったの32ピプスだったら、 私は別に動きません。たった32ピプス欲しさにね、えー、私はあの岩のように、そして山のように動かない、風林火山のような投資をしてますので、はい。まあ、あの、いわゆるですね、日本の銀行とかヘッジファンドとか年金機構っていうのは、やっぱり200ピプス。2円動いてようやく、えー、順張りするって感じですからね。まあ、しかも、あの、投資できるのは、 例えば、ここですね。あの、ここの75円の時に、1ドル75円の時に、2円動くと、だから、77円ですよね。はい、だから、レンジですから、とにかく、ここのところ7、2円、2円動いた、2円じゃない、20円、2000ピプス。90円になったら、じゃあ、ロングだというようなことをやってます。これもね、すごくいい情報です。あとは、月足でペナントフラッグですからね、ドル円は。 えーこ,ね、この5年間、待ちに待ったです、ねえー、ペナントフラッグがようやく解消されようとしているので、一方向にです、ねえーえー、そうだな30ぐらい3000ピップスぐらい動くかなと、えー、期待をしていますので、世界中がこれ見守ってますからね、えー、すごく楽しみです。これは本当に5年に一度の、えー、本当に誰もが儲かる大フィーバーですので、<laughs> FX はやったほうがいいですよ。 うん、あとは、ガチをしてればいいですから、これ、ペナントフラッグのこのトレンドラインを割ったらですね、上でも下でもどっちでもいいんですよ。それら中野研究会の、えー、投資手法で新しく考えました。誰でも儲かる手法をね、それは毎日、えー、結構計算しました。確率のをね、計算して、えー、量子力学を計算して出した手法ですから、えー、そ,そして、しかも誰でもできるように、えー、作り上げました。<laughs> ということでね、 えー、今回は、あちょっと仮想通貨ニュースだけ見ましょうか、はい。仮想通貨ニュースですね。はい。そうですね私、私の、まあ、シンジケートのニュースが一番早いと思いますね。うーん。こんぐらいしかないもんね。はい。ないですね。特にないですね。 <laughs> はいビットコインね70万いってようやくもっと戻ったかって感じになりますね来週ぐらいね、えー、来週というかもう今週で終わりか来週は令和ですね5月ですからね令和になってまああのだから令和も令和になりましてもですね、えー、変わらずですね中野研究会中野裕情をよろしくお願いいたしますそういえばね生態といえばね 去年の今頃かな ?4 月か5月ぐらいかな ?4 月ぐらいか ?3 月か4月か大阪のね、淀ヤ橋でね、女の子にね、あの、まあのまコンサルしたお礼ということで、生態やってもらったんですよ。その時にね、あの、先生これからね、あのすごく人気が出るよと。す,すごく人気が出ますよと、ユーチューバーとしてね。すごく人気が出る生態やりましたから、 むちゃくちゃ売れっ子になりますよって言われたんですよ。いや、そんなことあんのかなと思ったんですよね。そしたら去年、むちゃくちゃ売れっ子になっちゃいましたよね。皆さんご存知の通り。あのー、テレビ番組とかね、いろいろ出たりしてね。大変な目に遭いました、去年はね。YouTuber としても、経営コンサルタントとしても売れっ子になりましたね。で、今年もね、あのー、東京の、まあ、本当にヨド橋のね、大阪のヨド橋の、 あの生体の女の子のとこまた行きたいと思ってんだけど、えーちょ、ちょっと忘れちゃったんですよね、住所ね。なので教え、あのまた連絡してほしいのと、えー、まあ東京のねあの生体師さん、明日行きますのでね、またなんか気をですね、えー、注入してもらおうと思います。それでは、これで終わります。千葉県松戸市よりトム・クルズがお応えいたしました。皆さんビットコイン、期待してください。 期待しましょう。失礼いたします。千葉県松代市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。